卑怯者有島武雄作。青黄色く澄み渡った夕空の地平近いところに一つ浮いた旗雲には入り日の桃色が静かに照り映えていた。山の手町の秋の初め、ひた急ぎに急ぐ彼には往来を飛び回る子供たちの群れが小うるさかった。夕げ前のわずかな時間を惜しんで鶴瓶落としに暮れてゆく日差しの下を彼らはわめき立てるコウモリの群れのようにひらひらと通行人にかけ構いなく飛び違えていた。まともに突っかかってくる勢いを外すために彼は急に歩行をとどめなければならなかったので、幾度も思わず上体を前に泳がせた。子供は避けてもらったのを感じもしない風で彼の方には見向きもせず、追ってくる子供にばかり気を取られながら彼の足元から遠ざかっていった。そのことごとく利己的な自分よがりなわがままな仕打ちが、その時の彼にはことさら肉々しく思えた。彼はこうしたやんちゃ者の渦巻きの間を言葉通りに縫うように歩きながらしきりに急いだ。目指してきた家から一丁ほどの手前まで来た時、彼はふと自分の周囲にもやもやと絡みつくような子供たちの群れからスカンと静かなところに歩み出たように思って辺りを見回してみた。そこにも子供たちは男女を合わせて20人くらいもいるにはいたのだった。だがその20人ほどは道側の生垣のほとりに一塊になって何かしゃべりながらも飛び回ることはしないのでいたのだ。興味の深い静かな遊戯にふけっているのであろう。彼がそのそばをじろじろ見やりながら通っていっても誰一人振り向いて彼に注意するような子供はなかった。彼はそれで少し救われたような心持ちになって、草履のつま先を長髭だけ巻き水で生んだ固い道に突っかけ突っかけ先を急いだ。子供たちの群れから蓮海にあたる向こう側の格子戸建ての平屋の軒先に牛乳の配達車が一台置いてあった。水色のペンキで塗りつぶした箱の横腹に生乳車と毒々しい赤色で書いてあるのが目を引いたので、彼は急ぎながらも毒々しい箱の字を少し振り返り気味にまでなって読むほどの余裕をその車に与えた。その時車の舵棒の間から後ろ向きに箱に寄りかかっているらしい子供の足を見たように思った。彼がしかしすぐに顔を前に戻して目指している家の方を見やりながら歩みを早めたのは無論のことだった。そしてそこから四五軒も来たかと思う頃、ガタンと掛け金の外れるような音を聞いたので急ぎながらももう一度後ろを振り返ってみた。しかしそこに彼は不意な出来事を見出して思わず足を止めてしまった。その前後2、3分の間にまくし上がった騒ぎの一部始終を彼は一つも見落とさずに観察していたわけではなかったけれど、立ち止まった瞬間からすぐにすべてが理解できた。配達車のそばを通り過ぎた時、火事棒の間に前ドアに寄りかかって彼の目に足だけを見せていた子供は、普段からいたずらが激しいとか愛嬌がないとか引っ込み思案であるとかで他の子供たちから隔てを置かれていた子に違いない。その時もその子供だけは遊びの仲間から外れて
配達車に身を持たせながら、つくねんとみんなが道の向こう側で面白そうに遊んでいるのを眺めていたのだろう。一人ぼっちになるとそろそろ腹の空いたのを感じ出し、でもしたか、その子供は何の気なしに車から尻を浮かして立ち上がろうとしたのだ。その拍子に牛乳箱の前扉の掛け金が折り悪くも外れたので、子供は背中から扉の重みで押さえつけられそうになった。驚いて振り返って開きかかったその扉を押し戻そうと小さな手を突っ張って力んでみたのだ。彼が足を止めた時はちょうどその瞬間だった。ヨーヨー6つぐらいの子供で、着物も赤じみて折り目のなくなった紺の一重で、それを薄寒そうに裾身近に着ていた。薄汚く汚れた顔に充血させて、口を食いしばって寄りかかるように前扉に持たれている様子が彼には少子に見えた。彼は初めのうちは軽い好奇心にそそられてそれを眺めていた。扉の後ろには牛乳の瓶がしこたましまってあって、抜き差しのできる三段の棚の上に乗せられたその瓶が傾斜になった箱を一気に滑り落ちようとするので、扉はことのほかの重みに押さえているらしい。それを押し返そうとする子供は本当に一生懸命だった。人に救いを求めることすらしえないほど恐ろしいことがまくし上がったのを、誰も見ないうちに、気がつかないうちに始末しなければならないと気も心も転倒しているらしかった。泣き出す前のようなその子供の顔、こうしたサスペンスの状態がものの30秒も続けられたろうか。けれども子供の力はとても扉の重みに打ち勝てるようなものではなかった。ああしているとやがて大事になると彼は思わずにはいられなくなった。単なる好奇心が少しぐらつき出して、後戻りしてその子供のために扉を閉める手伝いをしてやろうかとふと思ってみたが、あそこまで行くうちに牛乳瓶がもうゴロゴロと転げ出しているだろう。その音を聞きつけて往来の子供たちはもとより、向こう三軒両隣の窓の中から人々が顔を突き出して何事が起こったかとこっちを見るとき、あの子供と二人でみんなの好奇的な目でなぶられるのもありがたい役回りではないと気遣ったりして、思った通りを実行に移すにはまだ距離のある考えようをしていたが、その自分には扉はもう遠慮いしゃくもなく、三四寸がった開いてしまっていた。と思う間もなく牛乳のガラス瓶が後から後から生き物のように隙間をめがけて転げ出し始めた。それが地面に響きを立てて落ちると、落ちた上に落ちてくる他の瓶がまたカランカランと音を立てて破れたり弾けたり転がったりした。子供はそれまでは自分の力にある自信を持って努力していたように見えていたが、こういう羽目になると変わって慌て始めて、突っ張っていた手にひときわ力を込めるために体を前の方に持っていこうとした。しかしそれが失敗のもとだった。そんなことをやったおかげで、子供の姿勢は惨めにも崩れて、扉はたちまち半分型開いてしまった。牛乳瓶はここを鮮度とこぼれ出た。そして子供の胸から下をめった打ちに打っては地面に落ちた。子供の上前にも地面にも白い液体が流れ広がった。
こうなると彼の心持ちはまた変わっていた。子供の無縁な立場を憐れんでやる心もいつの間にか消え失せて、牛乳瓶がガラリガラリととめどなく滝のように流れ落ちるのを、ただ面白いものを眺め合った。実際そこに邪気された運動といい、音響といい、ある悪魔的な痛快さを持っていた。破壊ということに対して人間の抱いている奇怪な興味、小さいながらその光景はそうした興味をそそり立てるだけの力を持っていた。もっと激しく、ありったけの瓶が一度に地面に散らばり出て、ある限りが粉みじんになりでもすれば、果たしてそれが来た。前扉はパクンと大きく口を開いてしまった。同時に三段の棚が吐き出された舌のように長々と地面にずり出した。そしてそれらの棚の上にうんざりと積んであった牛乳瓶は、思ったよりもけたたましい音を立てて、壊れたり砕けたりしながら山盛りになって地面に散らばった。その物音には彼もさすがにぎょっとしたくらいだった。子供はと見るともう車から七八軒のところを無に無三にかけていた。他人の耳にはこの恐ろしい物音が届かないうちに自分の家に逃げ込んでしまおうと思い込んでいるように、その子供は走っていた。しかしそんなことのできるはずがない。彼が突然地面の上に現れ出た瓶の山と父の海とに目を見張った瞬間に、道の向こう側の人垣を作ってわめき合っていた子供たちの群れは一人残らず飛び上がらんばかりに驚いて配達者の方を振り向いていた。逃げかけていた子供は自分の後ろに聞こえたけたたましい物音にすくみ上がったようになって立ち止まった。もう逃げ隠れはできないと観念したのだろう。そしてもう一度何とかして自分の失敗を微貌する試みでもしようと思ったのか、小走りに車の手前までかけてきて、そこに黙ったまま立ち止まった。そしてキョロキョロと他の子供たちを見合ってから倒幕しきったように瓶の積み重なりを顧みた。取って返しはしたものの、どうしていいのかその子供には皆目見当がつかないのだと彼は思った。群がり集まってきた子供たちは遠巻きにその一人の子供を取り巻いた。すべての子供の顔には子供に特有な無遠慮な残酷な表情が現れた。そしてややしばらく互いに何か言い交わしていたが、その中の一人が悪いな悪いなと、さも人の火を鳴らすのだという調子で叫び出した。それに続いて悪いな悪いな、誰かさんは悪いな、おいらのせいじゃないよという意地悪げな声がそこにいるすべての子供たちから一度に張り上げられた。しかもその求問の声は調子づいてだんだん高められて、果てはどこからともなくそわそわと物音のする夕暮れの街の空気がこの甲高な叫び声で埋められてしまうほどになった。しばらく躊躇していたその子供はやがて引きずられるように配達者のところまでやってきた。もうどうしても逃れる道がないと覚悟を決めたものらしい。しょんぼりと泣きも得ずに突っ立った。その周りにあらん限りの子供たちがぞろぞろとついてきて、皮肉な目つきでその子供をむち打ちながら、その挙動の一つ一つを意地悪げに見合っていた。
6つの子供にとってこれだけの過失は想像もできない大きなものであるに違いない。子供宛ての功を知らず知らず目のところに持っていったが、そうしてもあまりの心の転倒にやはり涙は出てこなかった。彼は心まで固くなってじっとして立っていたが、もう黙ってはいられないような気分になってしまっていた。肩から手にかけて知らず知らず力がこもって唾を飲み込むとぐっと喉が鳴った。その時には近所愛壁から大人までが飛び出してきて、呆れた顔をして配達車とその哀れな子供とを見比べていたけれども、誰一人として事件の前後を考えてやろうとするものはないらしく、関わり合いになるのを面倒くさがっているように見えた。その体たらくを見せつけられると彼はますます苛立った。いきなり飛び込んでいって、そこにいる人間どもを手当たり次第に殴りつけて、あっけに取られている大人子どもを尻目にかけながら、バカ野郎、手前たちはデクの棒だ、卑怯者だ。この子どもが、例えば、普段いたずらをするからといって、今もいたずらをしたとでも思っているのか。こんないたずらがこの子にできるか、できないか。考えてもみろ、かわいそうに。弾みから出た過ちなんだ。俺はさっきから一部始終をここでちゃんと見ていたんだぞ。ベラボーめ。配達屋を呼んでこい。と、存分に啖呵を切ってやりたかった。彼はいじいじしながら、もう飛び出そうか、もう飛び出そうか、と二の腕を震わせながら青くなって突っ立っていた。えい、どきねえ。と言って内職に配達をやっている書生とも思わしくない、純粋な労働者肌の男が、配達夫が、二三人の子供を突き飛ばすようにして人混みの中に割り込んできた。彼はこれから気の詰まるような忌々しい騒ぎが持ち上がるんだと知った。あの男はおそらく本当に怒るだろう。あの泣きもしえないでおろおろしている子供がみんなから手柄顔に名指しされるだろう。配達夫は怒りに任せて何の抵抗力もないあの子の襟紙でも取って小突き回すだろう。あの子供は突然死にそうな声を出して泣き出す。周りの人々はいい気持ちそうにその光景を見合っている。彼は飛び込まなければならぬ。飛び込んでその子供のために何とか配達夫を言いなだめなければならぬ。ところがどうだ、その場の様子が物々しくなるにつれて、もう彼はそれ以上見ていられなくなってきた。彼は思わず目を背けた。と同時に自分でもどうすることもできない力に引っ張られて、スタスタと逃げるように行く手の道に歩き出した。しかも彼の胸の底で手を合わすようにして、許してくれ、許してくれ、と言い続けていた。自分の行くべき家は通り過ぎてしまったけれども、気もつかなかった。ただ、わけもなくがむしゃらに歩いていくのが、その子供を救い出す、ただ一つの手立てであるかのような気持ちがして、彼は息せき切って歩きに歩いた。そして無性に癇癪を起こし続けた。バカ野郎、卑怯者。それは手前のことだ。手前が男なら、今から取って返すがいい。あの子供の代わりに、言い開きができるのは手前一人じゃないか。それに帰ろうとはしないのか。そう自分で自分をたしなめていた。それにもかかわらず彼は同じ方向に歩き続けていた。今頃はあの子供の頭が大きな平手でピシャピシャはたき飛ばされているだろうと思うと、彼は知らず知らず目をつぶって歯を食いしばって苦い顔をした。人通りがあるかないかも気に留めなかった。
噛み合うように固く胸高に腕組みをして、上体を飲めるほど前にかしげながら、泣かんばかりの気分になって、彼はあの惨めな子供からどんどん行く手も定めず遠ざかっていった。